皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。東京都知事選挙は、主に現職の小池知事とその小池都政、任意議を唱える蓮舫氏、石丸真司氏の争いになると思われていましたが、蓋を開けると小池知事の圧勝となりました。そして、蓮舫氏を抑えて2位となったのが石丸氏でした。実はこの石丸氏の検討が関西を地元とする日本維新の会。 に影響を及ぼしたと言います一体どういうことなのか、そして今後の関西の選挙にどのような影響を及ぼしてくるのか、取材を続ける記者が徹底解説します。動画で見る、記者解説、都知事選から見る、維新の危機、元、維新、支持者が石丸氏を支持東京で、維新離れ、申告関西の選挙はどうなる。都知事選、 石丸真二氏が大きく躍進するも、小池知事とは大きな得票差。背景にあったのは、小池氏の組織票と石丸氏の見えない政策。読売テレビ黒木千秋アナウンサー。東京都知事選は、小池百合子氏が圧勝で3戦目となりましたね。読売テレビ平田博和記者。今回の都知事選は、現職の小池都知事、そしてこの。 小池都政に異議を唱えていた蓮舫氏、さらに SNS を積極的に活用して、ある意味、台風の目となったと言われている石丸真嗣氏。主にこの3人の候補の戦いとなったわけなんですが、蓋を開けてみますと、小池氏の圧勝という結果になりました。そんな中、石丸氏が蓮舫氏を抑えて得票数2位という躍進を遂げたのですが、実はこの石丸氏の躍進というのが、 関西を拠点とするあの政党に大きな影響を及ぼしていると言われていますそれがどういうことかと言いますとこちらです維新離れです東京都のトップを決める選挙で維新がどういった関わりがあるのか説明していきますまずは今回の選挙戦の振り返りをしたいのですが現職の小池知事が290万票余りを獲得して当選をしました 注目されたのがこの石丸氏です。蓮舫氏を抑えて165万票を取って2位につけたということで、現在の既成政党による政治にちょっと不信感を抱いている人たちの受け皿になったのではないかと言われています。ただ一方で、結果を見てみますと石丸氏と小池氏の間には100万票以上の差が開いています。これは何が大きなポイントになったかと言いますと、組織票です。 今回、小池氏は自民党の色を消して戦った選挙戦だったと言われておりますけれども、7月2日に、ある会合、中、画像内の写真、が行われていたんです。こちらが、自民党を支援する団体の人たちが集まっている会合で、実は選挙戦への支援を呼びかけるというようなことがありました。自民党の色を消しながらも、うまく組織票を取り込んで手堅く選挙戦を戦っており、 結果として、石丸氏とは100万票近くの差が開いたのではと思います。さらに、選挙を取材していて聞こえてきたのが、石丸氏の具体的な政策って何なんですかという声です。どういうことかと言いますと、こちらが実際に配られていたビラなんですが、政治再建、さらに、都市開発、産業創出、東京を動かす3本柱、 という非常に分かりやすいキャッチーなフレーズが並んでいるんですが、じゃあ具体的にどういうことをしていくのかというところはなかなか見えなかったというような声が聞こえてきていました。有名企業の幹部や選挙の神様らが石丸氏支持に進む維新離れの背景とは黒木アナ、この石丸氏の躍進にはまた別の側面もあるのでしょうか平田記者。 石丸氏の躍進が今回、結果として出たと思うんですけれども、それが維新離れにつながっていると言えます。これはどういうことかと言いますと、今回石丸氏のそばには、ある有名企業の幹部や、選挙の神様と言われたような人が選挙戦略の担当を務めるなど支援をしていました。さらに関西からも滋賀の首長らが応援をしていました。 この中で注目したいのが有名企業の幹部と選挙の神様藤川慎之介氏です。実はこの2人はもともとは維新を支援していたのですが最近維新の内部のごたごたなどもありまして少し距離を置いて今回石丸氏を支援したということなんです。さらにこの都知事選をめぐって維新にもう一つ動きがありました。 実は維新が石丸氏を今回の都知事選で推薦しようとするような動きがあったんですが石丸氏は政党のカラーがつくのは嫌だと最終的には維新の推薦を断ったということがあったんです黒木アーナ他にも取材を進める中でちょっと気になる維新離れの動きがあったということなんですが平田記者先ほど申し上げたように 維新は石丸氏の推薦を今回付けなかったわけなんですが、そういったところから、いずれの候補者の支援もしないということで、ある意味今回の都知事選は静観をしていたんです。ただ、6月に維新のある区議が、自分の心情に基づいて石丸氏を支援したい、と離党届を出しています。さらに、7月7日の開票日に石丸氏の選挙本部に、実は複数、 維新の東京特技と言われている人物の姿があったということで維新から少し距離を置いて石丸氏の方に近寄ろうとする動きがかなり見えていたのかなと思います共同代表の地元でも不先輩関西で進む維新離れ復活のポイントは原点復帰黒木アナ維新といえば今のところ関西が主な基盤である政党ですが その関西における維新の現状はどうなんでしょうか平田記者、維新の関係者を様々取材したんですけれど、実は関西でもちょっと危ないのではないかというような声が聞こえてきているんです。どういうことかと言いますと、7月7日に関西では門真市長選と羽曳の市長選があったのですが、こちらは維新の候補者が当選をしています。一方で、 同じ日に京都の市議会議員の補選が行われました。こちらはもともと維新が議席を持っていたんですが、維新の候補が敗れ、議席を失うという結果になりました。さらに遡りますと、今年4月、藤田幹事長のお膝元とも言われる大東市長選で維新の候補者が敗北。さらに6月ですが 吉村共同代表の地元の河内長の市長選には候補者を立てることができなかったいわゆる不先輩という状況になったんです関西でも少し厳しい結果が最近出ていると言えると思います読売テレビ高岡達之特別解説委員ここ何年かの維新は大阪は盤石だから全国に広げていくっていうことになっていましたけれどやっぱり本丸の主張って大事なんですよ 国政選挙で支えてくれますから7月7日は門真市と羽曳野市2つ勝ちましたけれどもじゃあ不安が払拭されたかというとそうでもないでしょう少し大阪会期の動きが出るんじゃないかと思います黒木アーナなぜこのように維新離れが今進んでいると見ていますか平田記者維新の議員の間でも 大阪以外がが非常に危機的な状況だといいう声が聞こえていますある大阪選出の国会議員はこれまで政治を改革すると訴えてきた維新が特に今回の国会の終盤であった政治と金の問題で自民党に少しすり寄る動きがあり規制政党のようなイメージがついてしまった。 このままの状況を続けていたら維新は消滅してしまうという非常に強い危機感を覚えていました。今回の都知事選を通しても、石丸氏は、今の政治ではダメだ、と訴え、政治不信というところの受け皿となったわけなんですが、やはり今の維新に言えるのはこちらなんだと思います。もともと、やはり政治改革を訴えていた政党だということで、その原点に立ち戻れるかどうかというのが、 今後維新が再び浮上してくるのか、それともこのまま少し厳しい状態が続くのかというところの大きなポイントになると思います。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。